令和3年1月17日、阿蘇を訪れる外国人観光客を有料で案内できる地域通訳案内士の合格証書交付式が阿蘇市役所会議室で行われました。交付式ではまず佐藤阿蘇市長が挨拶、合格者一人一人に合格証書を手渡しました。今年度合格した7人は、昨年9月から阿蘇竹田ブランド観光地域づくり協議会が開催した養成講座を受講、地理や歴史などを学び、現地研修も行い、さらに最終講座で実技試験に合格した人たちです。合格者が一言ずつ抱負を英語などで述べ、語学研修講師の西田直美さんが講評を行いました。阿蘇地域では、外国人観光客の受け入れ環境の整備が課題となっていたために、令和元年度から地域通訳案内士の育成に取り組んでいるもので、昨年度は11人が合格、今年度7人が合格し、これで阿蘇地域で外国人観光客を有料で案内できる地域通訳案内士は合計18人となりました。